クマエンジニアリングと申します。今回は、リニアモーターの搬送システムマグネムーバーライトについてご紹介させていただきます。こちらリニアモーターの搬送システムマグネムーバーライトはチェーンコンベアやベルトコンベアに代わる次世代の搬送システムとして、ご提案をさせていただいております。こちら、今動いている可動式側がこちらマグネット、下に、モーターがございます。こちらが電磁コイル側になっておりまして、こちらに電流を流して、磁界を発生させて推進力のみでこのような前進後進や位置決めを行うことができます。なおかつですね、こちら直線のモーターの他にカーブや分岐集合のモーターがございます。そのモーターを組み合わせることでこのような小スペースでフレキシブルなレイアウトの構築が可能になっております。今回はこの部分に計量器を設置しまして重量を計測、良品不良品の振り分けをこの分岐集合のモーターを使って行っております。現在ベルトコンベヤーやチェーンコンベヤーをお使いのお客様いらっしゃると思いますが、搬送過程で位置決めを行う際はこちらのリニアモーターの搬送システムが有効になります。ぜひご検討いただければと思います。